はい、こんにちは。こ度こんにです今回は、ノーベル文学賞受賞作家、バルガス・リさんの代表作、都会と犬どもの魅力について、がっつり語っていきたいと思います。ネタバレを含みます。ネタバレなしの本紹介動画も上げています。説明欄にリンクを貼っておきますので、見どころの方はそちらをご覧ください。さて、都会と犬ども。えっくい内容でしたね。弱肉強食の士官学校の世界で、少年たちの、ね、心がポッキリおられる様が、まあ、読んでいてね、非常にきつかったです。 まず物語前半入学ね早々上級生に想像を絶するね洗礼を受けるね奴隷の描写あまりにひどくて読んでいてねお腹が痛くなりました他の学生は洗礼を受けた後弱肉強食の世界で生きていけるよう暴力をね振るうようになったり暴力を身につけるようになることで適応していきますが奴隷だけはそうしなかったいやそうできなかったというのが正しいでしょう ま結果ね、彼は士官がこの3年間を底辺で過ごしただけでなく、ジャガー曰く心の弱さから来る密告により、ジャガーから裏切り者認定され、結果殺されてしまう。弱い者がほんの心の迷いから強い者に抵抗してしまったことによる最低最悪の末路を、まあ、我々ね、読者は突きつけられるわけです。 詩人ことアルベルトの抵抗と挫折も印象的でしたね。士官学校の外に出れば裕福で上品な振る舞いをする彼ですが、士官学校の中では狡猾に立ち回り、時にはエロ小説を書いたりすることで弱肉強食の世界でうまく立ち回っている。そんなね、狡猾だった彼が唯一の友達であった奴隷のために、己の身を顧みず正しい告発を行う。 歯科学校の大人であれば正しい行い行ををしした自分を受け入れれててくれると信じてしかし、彼は気づくわけです。大人の世界は子供の世界以上に残酷で弱肉強食なのだと。まあ、彼の告発は保身しか考えない大佐などの大人たちによってもみ消され、まあ、彼のね、正しい心は寒風なきまでに潰されるんです。 まあ卒業後、アルベルトは士官学校時代の記憶を封殺するために、まあその時恋人であったテレサとも別れます。まあアルベルトにとって士官学校での経験は人生の不以外の何者でもなかったわけです。まあそんな中、ジャガーだけは違います。士官学校入学前は、まあ多少の問題はあれど、それなりにおとなしい少年だったジャガー。しかし彼は入学後には一点、圧倒的な暴力によって 同級生だけでなく、上級生をも支配できる立場となります。しかし、彼は考えなしに暴力に訴えたわけではありません。暴力だけがこの弱肉強食の世界で唯一生き残る道だと思い、まあ、かつね、自分だけでなく、仲間を救う唯一の術だと思っていたからです。しかし、そんな彼の思いも虚しく、ジャガーは仲間たちから密告者扱いされます。 暴力こそがが自らとと仲間たたちを救うというい信念が、ね、彼の中で崩れてしまったんです。まあ、そんな彼を、ね、救ったのがガンボア中尉でした。自暴自棄になったジャガーはガンボアに自らが奴隷を撃ち殺したことを告白します。ガンボアはその事実を上層部につければ自分の左遷が取り消されることを知っていながらジャガーの告白を聞かなかったことにし彼にこう言いました。 君は学校に戻って、アラナの死が無駄に終わらないように頑張りなさい。ガンバーの言葉を聞いたジャガーは徐々に正しい心を取り戻していき、結果、ラストにおいてテレサと結婚し、イゲーラスと真の友情を築くことができたんです。まあ、本作はね、最初から最後までほとんどの内容がきついものばかりです。社会がね、欺瞞に満ちあふれており、正しい行いをした者は救われない。ただ、狡猾な者だけが甘い資料を吸うというものです。 しかし、エピローグ一歩手前のジャガーとガンバのやり取り。そしてね、その後改心したジャガー。これらのわずかな描写だけで、いやいや、まだまだ社会には希望がある。捨てたものではないと思わせてくれる。まあ、そんなね、力があるかと思います。まあ、かなりね、重い内容ですし、きつい描写もたくさんありますが、独後に得るものは大きい一冊かと思いますので、バレガスルサの都会と犬ども、未読の方はぜひ読んでいただければと思います。 このように、このチャンネルでは毎日1回、読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ